お鹿の恋外は、東日本大震災後に、宮城県石巻市湯川浜に開設された、仮設商店街。津波で被災した鮎川浜の町の復興を願い、2011年11月18日に、オープンしたお鹿湯川浜仮設商店街の施設で、ある。南側のフェンスに大きなクジラをデザインしたオブジェがある。2011年3月11日に発生した、 東北地方太平洋沖地震によって起きた津波で被災したオシ半島アユ川浜を拠点に活動していたピカリ支援プロジェクトオシボランティアの遠藤大地氏の働きかけを小塚総合支所長鳴沢氏が後押ししたことで仮設商店街構想がスタート個人団体からの寄付を募りつつ資金提供が可能な NPO 法人を探した 2011年6月29日から毎週水曜日に石巻潮市をしか公民館前で行われた復興市が前進となり、お鹿半島にボランティアを派遣していた NPO 法人ジェンがドナーヘルプに取り継ぎ建物を建設、建物を石巻市をしかいない商工会に寄贈したことにより誕生した。16店舗が入居していた商店街には物販店の並ぶ。 A 棟と飲食店が並ぶ B 棟の2つで構成されており、生鮮食料品、飲食店、土産品店等の16店舗が入居し、商店主らとボランティアが一丸となって開設、運営されていた。捕鯨の町や湯川ならではの郷土料理ともいえる、クジラ料理、金華、山魚場で獲れた新鮮な魚介類を使った料理も扱うほか、芸肉、魚介類の販売もしており、 また震災後、地元漁協の女性人が漁網で作った復興グッズ、ミサンがクジラの葉を使用した伝統工芸品なども販売していた。2011年12月末より、アジトへの定期船も再開し、金華山へも不定期船ながら運航が再開されたことから、町と商店街の活況が絶望されていた。2020年3月末に閉店した。なお、一部店舗は、 ホエールタウンを鹿に移転した。ありがとうございます。